昆虫ハウス101号室80です。そしてカメラマンが平岡さんです。お願いします。はい、今日もお口を開けたり閉じたりする作業を続けております。何それ二人がかりで。そんな言うことないよ、もう何もないよ、喋らなくていいから。喋ることについてもやっぱり言及していかないといけないから。あ、まあ、あと本当にめでたいことといえば、はい、まあ、11月開けて、うん、まだ僕がちゃんとここで撮影できてることですよ。確かに今 ね11月の8日ぐらいかな、はい、8日ぐらいです、はい、1週間ぐらい経ちまして、うん、来週出てくるんやったっけ。違う、猶予はもらいました。15日間の余計1週間でこの顔できない。できるのか逆に。もうもうそうね、諦めの境地。景色聞いた顔じゃないんで。まあ夜の配信とかもね、うん、控えて撮影ももう全部昼にやってますから。そうですね、まあ、防音対策でカーテン買ったんですよ。ああ、はい、はいはいはい、見てくださいそのカーテン。あ、でもあ、ちゃんと足りないし横もね、狭短い竹もね、こんなミスがある。昆虫動画、まあ、それはね、昆虫ハウスですか。いやいやいや、昆虫ハウスっていう名前ですけども、このチャンネル、まあ、もともと僕はカマキリが好きで、はい、まあ、一時はすごくねカマキリ動画ばっか上げてたんですけど、そうですね、そこからタランチュラ、ムカデの方にハマってしまい、寄虫に行っちゃって、ほぼ寄虫だらけ、挙句の果てにはもうそれ以外の可愛い生き物たちもね、そうね、あったりとかしてて、いろんな生き物もいますね、はい、展開。僕が昆虫ショップで、まあ、働いているというのもありまして、うん、昆虫ショップスタッフが一押しする最高の昆虫を紹介していくという。なるほど、はい、説得力はでも増したやろうしね、うん、過去の80よりは、はい、今はもうだって昆虫ショップ専門店で働いてるわけですから。そうですね、うん、もうなんか何百種類もいる昆虫たちと一緒に生活してて、うん、あ、この虫やばいねとかいろいろいるんですよ。あ、そういうのを見ていった中でこれが一番っていうのがもう見つかったので。一番が、はい、なるほど、マジで大人気です。はい、お出します。お願いします。ビデー、はい、はい、こちらでございます。紙袋にオープン。でで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 、なに、ヨーロッパイエコロギー、いやー寂しい。これがマジでもう本当に一番おすすめ、圧倒的こいつが人気なんですよ。それは餌としてよ。餌としてなのかな、うん、いや、どういう使い方してるかは知らない。まあまあ、として好きな人もいるかもしれない。購入後の使い方聞いてないもんな。そう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 、ヘラクレスとかはまあなんか1日1匹売れたらいいなぐらいの感じなんですよね、昆虫ショップでは。まあね、単価、はい、単価ありますからね。そう、コオロギはもうね 20-30 人のお客が取り合い。安いもん。あ、そう、安いってのもまあいいよね、うん、あ、買いやすい、かっこいいフォルムで、うん、しかも安いっていうのが餌やからな、はい、餌だから、まあ餌としても使う人はいるかもしれないけど、見てくるがめちゃくちゃかっこいいから。9割5分そうちゃう。ああ、そうなのかな。餌やろ。お前は何の目的で。いや、俺はめちゃくちゃ好き、見た目が。あ、そうなの。ペットとして本当に、ね、ああ、うん、これのなんか抱き枕あったら買うもん。いや、きつい。ヨーロッパイコロギのデザインされた抱き枕やったら買う。これは普通のコオロギじゃダメ。ダメだね、さすがにそれじゃ。ヨーロッパイエコオロギじゃなくてダメなんや。もうこの子じゃないとダメ。何が違うの。ランバージャックはね、これと他に双星コオロギっても言うんですけど。双星コオロギ、うん、はい、そっちはね、もう体中黒くて、はい、ちょっとゴキブリみたいなんですよ。あー、カラーリング的に、うん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 、ちょっとピンセットでつまもうもんなら、結構体液みたいなちょっと出てきちゃう。うー、気持ち悪いね。ただイエコオロギはそんなのがあんま出ない、うん、ここもいいよね、なんか上品というか。退役すると飛ばす前提の話。いや、もうそんな言ってもね、乱雑につまむ前提の話してたけどペットじゃないよ、もういや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 、そんなことない、そこもいい。僕はその口下手でちょっとたまたま今そんなっちゃったけど、俺が10出ちゃったけど、俺の退役が10出ただけで。退役やったよ、あれ。そうそうそう、ちょっと本当にね、可愛いんで、これ見てほしい、はい、数多くて、今平岡さんね、うわ、集合体表もそうですけど、ね、これぐらいやったらまだギリかな、うん、うん、よでも飛ばへんやな、飛ばないね。まあぴょんぴょんね、跳ねるぐらい、跳ねたりもしますけど、うん、まあこうやって横に広かったら意外とそういうこともなくて、いや、キモいわ、キモい、いっぱい一箇所に、はい、こんだけスペースあって一箇所集まんなよ。そうね、これでね、水を敷いてあげたりとかして、まあ池管理難しそうに見えるんですけど、はい、まあそれこそまあやりがいがあるというか。ああ、難しいの。難しいですね、あの他のなんかエサ虫と呼ばれてるやつらもいますけど、うん、そいつらは結構管理がわりかし1ヶ月放置も大丈夫なんですけど、はい、この子たちはこう、うん、群れにめちゃくちゃ弱いんで。あ、そうなんや。でも水分はめっちゃ欲しがる。へえ、むずいね。それがでもやっぱこう飼育しがいがある。飼育ないな。
でこれがね本当に最近ようやくペット化されたのかなと思うことが一つありまして、家コオロギ専用のスペシャルフード。家コオロギフード、はい、スペシャルブレンド、なんかコーヒーみたいな。そうそうそう、もうだからペット化してるんですよ、まあ、実はこのコオロギたち。まあ、それは餌虫としてのペット化なんじゃないの。いやどうなんですかね、そんな書いてないか。生き餌の養殖業者である当社が入りつよ生きた餌の養殖業者である当社からもうそのためやコオロギの指向性、うん、栄養価を徹底的に研究したどり着いた現場でも実際に使用しているフードです。まあでも餌用の餌にどうぞみたいな書き方はされてないから言ってるみたいなもんよペットなんですよ俺からしたら。ああそうなんや、はい、専用フードなんてあんや。でも確かにこれ以外にもねランバージャックさんいろいろと他の餌も与えたりしますけど、はい、これの食いつき異常にへえ食って食って。あこれかわいいでしょ。かわいい。あ餌の飛び合いもしてんね手前の子。あほんまや、うわアホやこんないっぱいあるのに。いやこれが本当にたまんなくて、うん、で、この子たちの本当良さはいが、他の生き物と一つになれるんですよ、うん、一つになれるってどういうことですか。え、だから二つの体が一つになる。大丈夫かこれ燃えないこの動画昆虫好きのハチマルが本当に一押しの昆虫を推してるんですから、うん、燃える理由なんてないでしょ。ないか、はい、うん、あこの子とかいいね、はい、お捕まえました。これもレッドローチとかと違って、はい、動きがわりかし遅いんで捕まえやすい。俺みたいにどんくさいでも捕まえられる。はい捕まえましたね。顔かわいいね。でこの子を、他の生き物と一つにさせます、はい、今からさせます、はい、これが本当に画期的で、はい、うん、ここにいる、はい、スッポンちゃん。スッポンちゃんね、これもめちゃくちゃ好きなね、うん、生き物で、はいはい、はい、かわいいね。ポンスケですよ。ポンスケね、名前もついてます。はい、嘘、はい、ポンスケね、ほらほら、うん、ポンスケ仲良くしてあげて、一つに仲良くほら、うん、和睦求めてるわ。これ喋ってんの。もうでももう、うん、イーコオロギの方はもう微動だにしなくなっちゃったけど。うわあ！食べる下手なんか。爬虫類と昆虫が一つになる。うん、ほらほらほら。可愛いねって。うわあ！可愛い。怖いよ。一気にじゃないから。ちょっとずつ。もう一生懸命一つになって。ポンスケは可愛いけど、俺普通にポンスケ可愛いよ見たかった。可愛いものと可愛いものの掛け算ってやっぱエグいから。掛け算なのかな。なんかギャルとクレープとかもうどっちもなんか可愛いじゃん。まあまあ確かに。そんな感じ。うん、今ここで見えてる。全然違うよ。いや怖いよ。その紹介の仕方が間違えてる。いや本当に。まあ餌としてすごいですでよかったのに。うんうんうん、何？餌じゃないの。餌やん。ペット。でお前ランバーでどういう教育受けてるの？お前そう突っ込みすぎてるからちょっとこれ。やばいやん。俺も餌にされてやん。いやいやもう本当昆虫が大好きなんで、うん、ほらこうやってね、ああ玉ねぎ、玉ねぎかわいいな。カット月光の玉ねぎちゃんです。うん、かわいい。これめちゃくちゃ可愛くて、うん、いるね、うん。こうやってねまず頭を取ってあげる。うわー黒いな。これがやっぱ本当大事で、うん、でもこれはしばらく僕からここも可愛いポイント。生命力の強さ可愛い。玉ねぎ。うわあ可愛い。一つになってる。お前昆虫やめるやん。昆虫好きやから。俺昆虫好き。昆虫やめるやつのムーブやん。トイレしむちゃくちゃしたねー。もう昆虫でむちゃくちゃしたねーの。ムーブやん。違います。好きな昆虫をこれで取り入れさせてる。ああ、うん、昆虫になる、なってほしいんや。そうだからこの昆虫がどれだけすごいかをこうアピールするための動画だから、うん、爬虫類はおまけです。かわいい。まあかわいいけどね。めちゃくちゃかわいい、うん。でもこのかわいさってさっきまでなかったんですよ。そうね、コオロギを摂取したことによって一つになった。かわいいものをと取り込んで、そうそうかわいくなったっ。恋する女性ってなんか顔が綺麗になるとか言うんですよ。まあ確かにな。あれってやっぱ幸福度が上がってから。ああ幸せが増して。そうそうそう、うん。だからこの子も今幸福度が上がったんですよ。外観はねちょっと今これ。キャット月光よりかな、どっちかといったら。キャット月光よりというか、そうそう、あくまでもそう、メインはね、コオロギ要素は一つもない。これも半々やから、50% ぐらいの確率で、あ、見た目コオロギになってたからね。あ、そうなの。そう、合体させてんだもん、だって。別に食べたんじゃない、捕食じゃないの。捕食だってダメだじゃない。もうやばいこと言うなって。赤いな。おー、このチャンネルでは、どうだろう、はい、配信では映したことあるけど、動画では初めてかもしれない。確かに。
はい、大きくなってるやん。そうなんですよ。ヒョウモントカゲモドキ、こいつかわいい感じに。名前はまだ決まってないの？決まってないんですよね。かわいいよね。マジでかわいくて、はいはいはい、大好き。これがこれがだいぶ好き。爬虫類好きやな。いや違いますから。コールメインは昆虫動画やから。しがらみえぐいな。食べるかな。ガタイするかな。ガタイするかな。ガタイじゃないよ、捕食ね。うん、あーチビ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 、ゆっくり食べる。かわいい。かわいくないこれ。かわいいね。マジでコオロギクソかわいい。コオロギがやばいぐらい。あ、綺麗になった。この子は女の子にね。あ、女の子だ。女の子だから、そう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 、やっぱ綺麗にしていきたいんですよ。これがやばくて。いや、もう爬虫類を違う違う、お前映したいけど、うん、そのチャンネルの名前が昆虫ハウスだから、はい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 、無理やりやってるだけ。いやいや、そう少数派の意見や、お前。だいぶそれ、うん、下からこうやって触るやんか、うん、これが、ほら、ああさっきまで、うん、いたコオロギ、はい、取り込んだから、そのコオロギ触ってる感じになるんですよ。これもやばい。全然そのコオロギよりね、かわいい。ヒョウモントカゲモドキの触り心地の方が。いや、そこには俺全く興味ないね。あ、そうなの。コオロギ取り込んで、コオロギの魂が聞こえるね。これやばくて。そう、ヒラコ触ってみる。いや、触ってみる。え、これね、こう下からね、こうやってね、上からだとね、鳥に襲われたと勘違いするんだって。あ、え、あ、ほら、これ怖くなんや。あ、コオロギか。すごい。見てください、皆さん、ほら、内側とかすごい、ね、うん、そうで、外、上はさ、ちょっとそうね、硬い感じ、鱗的なね。ちょっとこの辺が、日本イルトカゲとかってすごくなんかさ、すばしっこいイメージあるでしょ。ゆっくりやもんね。これもいいよね。なんでこんな尻尾さ、これが可愛すぎ、ブリブリ。これたまらないね、尻尾やのに。やばいでしょ。この動きもう関係ない。まああれでしょ、はい、その爬虫類を紹介したいけど、うん、昆虫ハウスっていう看板セットる以上ね、まあね、できないから、こうやって。いや、家コオロギかわいそうよ。もう餌ですんで言っていいから、うん、そうです。ちょっと変な、そうそう、変な言い方するからね。言いたいこと言える世の中に変えてこうよ。いや、そんな違いことじゃ、めっちゃ毒やん。おいさん、関西弁してるだけやから。お前なんか本当流行ってる当時さ、結構平気で人のパクるというか。あるね、いつやる、今やる。私おさむやからそれ。いや、狙ってやってるからね。そんなバレーと思ってやってないからね。忘れてるから。そう、忘れてる。そう、バレーやろうと思ってやってるわけじゃないから。はい。そう、今ね、コメント欄にも湧いてるであろう。いや、本当にかわいそうだと思います。いや、お前が作ってる、それは。そう、本当に。あんな振りの使い方。餌でいいのに。いや、だからまあ、僕は、もう本当に、餌として使ってることがちょっとやっぱ多いですけど、はい、飼ってる人たちがみんなそれ何に使うか聞いてないので、まあまあ、もしかしたらこうやってペットとして飼ってるか、まあ、でも神はね、もちろんね、可愛いなと思って飼ってる人もゼロじゃないと思うけど、ゼロじゃない、安いしね、そう、うん、初めて飼う生き物としてはね、いいかもしれない、ゼロじゃないとは思いますけど、ね、はい、まあ、でも実際その僕の働いてる昆虫ショップの2階売り場では一番の売れっ子なんで、はい、まあ、おすすめの昆虫としては間違ってないので、まあ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 、まあ、はい、そうですね、ぜひぜひ、はい、怖いね、はい、変更報道やな、これ。まあ、本当そう、人間って怖いよね。怖い。いや、と、うん、いう話が。昆虫、爬虫類、人間、哺乳類、一番怖いのな、人間だと。こんなことしてるから。怖いね、これをみんなにね、うん、見させてお金もらってる仕事やから。そうよ、怖いよ。そうですね、意味が分かんない、はい、人間は。こんな昆虫ハウスをもっと一緒に大きくしていきたい方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。しづらいわ。ご視聴ありがとうございました。